では、その2いきたいと思います。すさまじきもののその2ですね。玄座のもののけ長寿とてというふうに来てますね。玄座っていうのは何かっていうと、カジキと行うお坊さん、僧侶のことを指します。 火事起動っていうことは大体病気になっている人、病人ですね。病人っていうのは当時、物の毛が取り付いたり、悪霊が取り付いたりしてる。まあ、あと、生き霊もあるんですけど、そういうのが取り付いている人たちのことを病人というふうに理解してたので、そういう人たちにお払いをする人ですね、現在。 が、もののけ、長図という風になってます。長図というのは、重複するというね。まあ、要するに退治するってことなんですけども、もののけを退治すると言って、意味じゅう下り顔に、まあ、ど顔ですね。非常にドヤ顔で、得意顔で、とこや、ずずという風になってます。とこと読みますが、このとこっていうのは仏具で、えー、両端がですね、鉾状になっている、いわゆる武器的なものなんですけども、そのとこや、ずずなどを持たせてって書いてますね。 えー、そして、セミの声、絞り出して読みにたれどという風になってます。え、セミの声って何っていうと、これ、セミのような声を絞り出すっていうことです。ーみたいな感じやと思ってもらったらいいと思いますが、これちょっとね、状況が分かりにくいと思うんですけども、 え先ほどあの物の毛っていうのは病人に取りいいいてるととう話したと思います。病気の人が出ましたあこれ物の毛が取り付いてるなというふうに当時の人たちは理解するんですよそしたらどういうふうにお話しするかっていうと物の毛に取り付いたこの病人ね病人がいます でその病人にいきなりお祓いするんじゃなくて病人に取り付いたもののけをよりましって言って憑依させるやつを用意するんですよねこういう現座とか僧侶っていうのはだからこの A さんが病人ですそして B さんがよりましこの取り付いているものをこっちに移すとで B さんに移してこの B さんに対して胎児まあ家事祈とを行っていくんですよ だから床や頭痛とかっていうのをこのより増し B さんに持たしてもののけ悪霊とかに負けないような状況を作ってじゃあということでこの悪霊をこっちに移すんですよねいいですかねでそういう状況なんですよだからその床や頭痛などをより増しと呼ばれる、えー、今からもののけとかを移される人たちに持たせてそしてうわいうてお経を読むんですがはい えー、このいいというのは和行上一段いるですね読み至れどっていう風になってますいささか少しもさりげもなくって書いてますね猿という動詞ですからこのもののけが全然退散する様子もなくそして誤報もつかねばという風になってます誤報というのが誤報同時っていう 言い回しなんですよね何これっていう。わらわの形をした鬼神というふうに言ってるんですけども先ほど言った玄座とか陰陽師っていういわゆるお祓いをする人たちが自分の召使いとして使っていくまあちょっとした何、えー、て言ったらいいんでしょうね精霊的なポジションのものです。だからさっきの病人 A です。よりましです。 で、この寄り増しに物の,のけを移すんですけど、その寄り増しに移した時に暴れないように、この寄り増しをですね、守るご法同士というものを、この周りにね、こう警戒させるんですよ。で、そのご法同士というのを立たして、物の,のけが逃げないような感じにするんですけど、まあ、それと同時に寄り増しも守るという感じなんですけどね。そのご法同士も、ついてくれないと。 だからもう完全に簡単に言ったらこの生臭坊主ってことですよね。全く何の役にも立ってないお坊さんやってことです。お前何しに来てへんっていうお坊さんやってことですね。がもうつかねばです。この例は打ち消しの助動詞図の已然形です。 集ままりい、念じたるにって書いて書すが、このね、えー、病人の関係者が集まって座ってみんなで念じてるなんとかなんとかって念じてるんですが男も女も女怪しいと思う,ふうにってなっててなますね。その一生懸命なんかやってんのに全然その効果が現れへんからおやこれはおかしいぞと思ってみんな待ってるわけですよするとですね時の変わるまで読み講じてというふうになってます この時っていうのは時間ですね。えー、当時で言うこの時が変わるっていうのは、ねえ、牛しとらう、たつみ、うま、ひさる、とり、いいいっていう十二種を使って当時は時間を表現します。ねのことか、牛のことかね、牛のこくまりとか聞いたことあるでしょ牛のこって言ったりします。で、だいたい一つの時が変化する、この時っていうのが2時間あるんですよ。 だからここすごいですよ。時の変わるまで読み講じてってことは、この坊主なかなか頑張ったよね。全く効果が見られへんのに頑張って2時間読みまくったと。うわー言うて2時間読み続けたんですが、結局、何の効果もなく読みつかれてしまい、あがん、さらにつかずって言ってます。 さらにっていう言葉は、うち、後ろにですね、打ち消しの言葉を伴うと、全く何々ない、少しも何々ないという全否定で使うので、あが、もう全く使えへん。語法同時が使えへん。立ちねえ言うて、よし、ちょっともうそこで立てっていう風な感じですね。と言って、頭痛を取り返して、あな、意図印なしやいう風になんかもう逆切れしてしまってますよね。<laughs> なんだお前みたいな感じしますけどもはい、えー、この音は「教員」になってますで、えー、この印というのは効果効能ご利益という意味の名詞になるのであがんも全然効果ない全然ご利益ない無理だと打ち入って、えー、額より上様神様にですねさくり上げっていうのは何かっていうと髪の毛をですね額より上にこうバサって髪こうバサっていうこんな感じです さくり上げ、あくび、己より打ちして、より伏し、塗る。ですね。最後、官僚の助動詞、塗る。連帯形ですね。ぬの連帯形です。もうだからすげえ坊主ですよね。おらー言うて、わしがハたるわい言うて、ああ言うて頑張ってんけど、何の効果もなかったからあかんもー,ーん。えー いやいやもう帰れやっていう、お前何しに来てねんっていう感じですよね <laughs>。もうまさに凄まじきものですね。完全なる不調和で、えー、全く効果を見出さなかったお坊さんということでした。そして、意味中寝ねぶたしと思うに、えー、違うお話に入ってます。もうさっきの、えー、凄まじきお坊さんの話は終わりです。ひどく眠たいと思っているのに、意図しも覚えぬ人。 意図しも覚えぬっていうのはそれほど親しくないってことですね。で、このヌーがですね、えー、これ打ち消しの助動詞になってます。後ろに人っていう名詞が来てるから、図の連体形ヌーです。だから、意図しも覚えぬですね。それほど親しいとも思われない人が、押し起こして、 せめて物言うこそ意味中すさまじけれって書いてます。だから、ああ、もうめっちゃ眠いわって思ってんのに、ちょっと、ちょっととか言って押して起こしてくるやつパッて見たら、何やねん、お前全然友達じゃないやん、誰やねんみたいなやつが、ちょっと、ちょっとって言って起こして、なんかちょっと言いていくでんねんけどとか言って、なんか無理やりなんか言ってこようとするっていう。いや、もうこっち眠いねんって言うような時は、すさまじけれ。もう今座ざめやと。お前ちょっと空気読めやと。 眠いねんっていう感じですね。えー、そういう人確かにたまにいますよね。空気読めない人って感じですね。で、えー、次のお話に行きます。もうボンボンいきますけど次の凄まじきものです。 樹木というのが出てきてますこの地木というのは何かっていうと、官職の任命式なんですよね。だから平安時代でいう、この任命式が行われると、あなたはどこどこの司になってください。要するに、えー、選挙ではないんですけども、いわゆるその地域の知事、県知事になれるかどうかの任命式なんですよ。 でここのの文章では春の樹木という風になってます。秋とね春と年に2回やるんですけども春の樹木というのは地方の、えー、いわゆる県知事を決めるという任命式なんですよね。 で、このつかさというのはその県知事にあたります国司という言い方をされたりしますけども国のつかさまあ一番偉い長官ですねだからそれを「ぬ」これは後ろに人が来てるさっきと一緒ですね名詞が来てるからこの「ぬ」は打ち消しの助動詞「ず」になりますだから樹木でこの長官という位を得ない人のお家、これも強ざめだって言ってるんですよね ああ、もう今日ざめまあ確かに暗い感じになるのはなんとなくわかりますね。で、その理由を説明してくれてます。今年は必ず、かさん任命されると聞きて、ようありし者どものっていうね。かつて、これ過去の助動詞 C の連帯系、正丸キー C の C なので、後ろに物って来てるし、連用系に接続してるからね。昔住んでいた者どもが、 ほかほかなりつる。ほかほかってなんだっていうとね、ガ、えーがじゃないですね。同格のデーでしたね、えー。で、ほかほかなりつるっていうのは、あったかーいじゃなくて、ちりじりバラバラってことね。かつてそのおうちに住んでいたもので、ちりじりバラバラになってしまったと。とか、あるいは田舎立ちたるところに住む者ども。はい。えー、田舎地味たところに住んでいる者どもなどです。 そういう人たちがみんな集まってきてっていう風になってますね。ちょっと状況わかりますか今年は必ずどうやら司に任命されるぞ仕事もらえるぞやっほーいと思って聞いてた人たちがねかつて宮中に住んでたんでしょうわら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 集まってくるわけですよ。田舎にいたもの、ちりぢりになったもの、そいつらがぶわーい言って集まってきてで「いでいる車」という風に書いてますね。 そのお家ですね。えー、に出入りする車の長江というふうに読みます。長江がもう暇なく見えって書いてるね。これ長江って何ですかっていうと、牛車、ね、牛と車の部分をつなぐためのこういう棒、柄の部分があるんですけど、この柄の部分のことを長江って呼ぶんですよね。長江がもう隙間なく見えてると。そして、モ,ノモー詣をするともにって書いてます。こののモモっていうのは、えー、今、 出した通りなんですけども、今年こそは司に選ばれますようにというふうに、人間の成就を祈願するために、自社に物申でするという感じなんですよね。だからお願いしてる、いわゆる神頼みしてるわけですよね。その神頼みをするお供に、我も我もと前立り祭りなんからついてくるわけですね。で、そして、物を食べ、酒を飲み、罵るというのは大騒ぎするという動詞です。 「大騒ぎ」「支配る」というね、ルーはこれ、官僚の助動詞リーの連帯形です。官僚の助動詞リーは、前に「へー」とか「えー」とか「れー」っていう「えー」の音が必ずつくので、えー」の音にルーがくっついてたら、官僚の助動詞、官僚存続の助動詞というふうに取ったらいいと思います。ののり合っていたところ、 る暁まで門たたく音もせずって書いてますね。るというのは終わるってことなんですけども何が終わるのかっていうとこの樹木が終わる暁までですね。樹木が終わってしまう暁まで門をたたく音もしない。だから誰も来うへんわけよね。怪しいあれこれおかしいぞと思って耳を立てて聞いていると。 「先追う」声声などをしてって書いてます先追うっていうのは何かっていうと「先払いをする」というのがあってまあ要するにですねあの自分たちの主とかが来る前に「何々様のおなーりー」言うて先にですねパッて走っていて「誰々が来るから図が高い控えおろう」みたいな感じで「うわーい」言てお知らせする人たちがいるんですけどそれを「先追う」というふうに言います。だから先払いする人たちの声が聞こえる。 つまり、何を表しているのかというと、樹木の儀式が終わって、貴族たちがですね、自分の家に帰っていくということを表しているわけですよ。なので、このおうち、残念やね。今年こそは任命されるらしいぞ。いつやろう。呼び出されるの。いつやろう。いつやろう。思って、みんなで大騒ぎして待ってたらですね、全然呼ばれず、朝になって、なんか、あれ樹木終わったっぽいで、みたいな感じになってると。 神立名など皆出玉犬という風になってますね神田地名というのは、えー、かなりの上級貴族です非常に身分の高い貴族たちなんですがが、えー、出ていらっしゃったというこれは作者から神立名に対する尊敬語で官僚の助動詞ヌですなのであれ樹木終わっちったよっていう感じですね そして、物聞きにえよいより寒がり罠泣き降りけるゲス王って書いてますね。ゲス男。このゲスって何やねんって言ったら、もうこのあのあいわゆる下人です。まあだから一番身分の低いお手伝いさんというふうに理解してもらえればいいと思います。はい、そのお手伝いさんがですね、糸物うげに歩み来るって書いてるから、ちょっと憂鬱そうにですね、えー、こちらに歩いてくると。 まあなんとなくわかりますよね。もう儀式が終わって、任命の式が終わってみんな帰ってきてる、えー。自分は呼ばれなかった。そして様子を見に行かしてた下人が憂鬱そうに帰ってきてる。もうフラグ全部揃いましたね。はい、あなた今年落選ってことですね。<laughs> 残念やな、えー。そういう状況です。で、続きですね。見る,どもども、えー、見る者どもは え、問いだに問わずって書いてます。えー、と図。これ、打ち消しになってて不可能ですね。えー、何々できないです。それを見ていた者どもは、問いだに。このだには副助詞のだにで、類推ということになります。なので、さえというふうに訳すから、それを踏まえると、見ていた周りの者たちは、質問することさえできずですね。もう空気読んでるわけですよ。<laughs> マジか。お前、落選か。っていう。 そして、他よりやってきたものなどぞ。ね。他からふわーってやってきたわけですよ。わーってやってきて、殿は何にかならせたまいたるなどと質問するやつがいると。この顔は疑問です。そして、せたまい。ここはまあ尊敬語を使ってるわけですね。か他からやってきたものから、 殿というのはその質問されてる人でいいと思いますけどもあなた様は一体何になられたんですかおなりになられたんですかみたいな感じで完全に空気読まん発言ですねなんか今年は昇進するぞ出世するぞって聞いてたのに出世せえへんかったとえ出世したんすか何になったんすか今度え部長え専務なんすかって言って聞いてくるとお前空気読めやっていう などと質問していると、その返事には、うーん、何の前時にこそはっていう風に返事してます。この前時って何かっていうと、前の司って書いてるでしょ。これ、以前の国司の話をしてるんですよ。いやー、えっ、ー、と、どこそこの前は国の司でしたって急に言ってるんですよ。え、なんで急にどうしたんっていうと、これ、えー、今回になれなかったから、以前の役職を言うという、完全に負け惜しみから出てる発言です。 あれ今回何人任命されたんですかっていう。いや、まあ以前は、あのどこどこの国士でした。みたいな。いや、以前の話聞いてないけどっていうね。<laughs> まあでもだから、それを聞いた人は、まあ逆に、あ、察しってなりますよね。なるほど。あ今年は落選したんかっていう感じですね。などぞ。必ずイラフル。もう絶対こういう風に言うと。 こういうういのはととだだから今日ざめなんだともうちゃんといや今年は落選したわって言ってズバッと言えばいいのにいや昨日の以前のとかそんな聞いてないともうプライドが邪魔してそう言っちゃうんですよねはあもう今日邪って言ってるんですよで誠に頼みけるものは本当に頼むというのは当てにするという動詞です古文で出てくるとね当てにしていたものは 何を当てにしてたのかっていうと任命されることを当てにしてたんですよ。今年こそはどうか、どうか、言うて当てにしてたものは、意図、投げかしと思えり、非常に投げかわしいことだなぁと思っていると。まあ、存続のリーですね。官僚存続のリーです。で、勤めて翌朝になって、暇なく降りつる者どもね、もうだから隙間なくブワーって集合してた多くの人たちってことなんですが、その人たちは一人。 二人滑り入れて犬って書いてます。こっそり退出して犬というのはなへ変同士ですね。いなくなっていく。つまり帰ってしまうってことです。まあだから空気読んで、まあさすがにですね、はい今日無理やった、今年無理やった、解散解散とかっていうふうには言われへんから、みんなちょっと空気読んで、うん、まあ、うん、まあ、うん、まあなとか言いながら <laughs>、ちょっとずつ一人ずつ消えていくわけですよ。 一人ずつ消えていくんですが昔から古き者どもっていうのは昔からのお付き合いがある人はってことなんですけどもこの昔から付き合いがある人たちっていうのはさも。 え、きかるまじきってて書いてます。この「え」は「まじき打ち消し水量」のここにくっついて「生きかることができない」っていうことですね。そのように生きかることができないというふうになってます。だから昔からお付き合いのある人たちというのはそういうふうに離れていくこともできそうにないって言ってるんですよね。だからそういうふうにっていうのは今四角でくくりましたけどもこっそりと退出していなくなっていくようなこともできないってことです。 であんまりその何ていうの付き合いがあざかったら「残念やったな」言うて「お疲れ」言うて帰っていけんねんけど昔からずっ,とずっと知ってる人やったらそうもいかんと「うんまあなあ」言うてなかなかもう早く帰りたいねんけど帰れないという状況ですね。そして来年の国々 手を下りてててて数えなどしてって書いてます。これ何かっていうと来年で国士が交代になる国士って任期がありますからねその任期が終わったらこの人の任期が終わるから次の国士は誰にしようとかっていうふうに交代の儀式があるんですけどもその交代する 国の数を数をえるわけですよえー、土佐の国やろそして、えー、っと山城の国ええー、ととかっていうふうにいろんな国を数えてここが国史が変わる言うて何個あるかなとかって言って数えて揺るぎ歩きたるっていうのは、まあ、体をゆすって歩いてるやから「<laughs> でこないねむえ」とか言うてね、まあ、それを見るとですねいとほしゅうまじげなりっていうね ちょっとあまり、まあね悪く思う感じやけども、滑稽で京ざめだという感じやなと <laughs> え言ってます。清少納言のもうほぼ一人悪口ですね。ほんとツイッターラーですよね。もう言いたいことバシバシ言うてるという感じです。<laughs> ああ、もうこんなん強さめ。ああ、こんなんもうしょうもない。ああ、こんなんもう終わっとるわ。みたいなことをめっちゃ並べてるという感じでした。えー、平安時代の、まあ、まあちょっと文化が知れるところかなっていう感じですね。こういう人たちのことをすさまじき、まあ空気読めない、KY のやつだというふうに当時の人たちは考えてたみたいです。はい。 すさまじきものをその1その2のそそつに割ってて、えー、出しいいると思いま,す、えー、まあちょっとそうですねどっちも関係してるわっていう人が多いかもしれませんけどももしかするとねその1だけの人もいるかもしれないのでその1とその2に分けて、えー、動画を今回は出しました、えー、どちらもテスト範囲になっている人は両方見てね、えー、確認してもらったらいいかなと思います はいそれでは凄まじきものの解説でしたしっかりテスト頑張ってみてくださいそれではバイバイ